ダビュークは、アメリカ合衆国アイオワ州北東部、ダビューク郡に位置する都市。市は、ミシシッピ川に面し、アイオワ、イリノイ、ウィスコンシンの三宗教に位置している。地元では、その立地から、トライステートエリアと呼ばれており、ダビュークはその商工業、教育、および、文化の中心となっている。また、カトリック教会のダビューク、広司教区が本教を置く。 宗教都市としての側面も持っている。人口は57,637人。ダビュークはアイオワ州最古の都市である。その歴史は1785年まで遡り、1833年にはアイオワン州の成立よりも前に正式な市となった。また、ダビュークは現在のアイオワ州のみならず、アッパーミッドウェストと呼ばれる。 現在のウィスコンシン州やミネソタ州など、中西部でも北の方にあたる地域への入植の拠点ともなった。そうした理由から、ダビュークは、鍵となった町と呼ばれている。初期のダビュークは、沿高山の町として入植者を集めた。鉛資源が枯渇すると、その後は1980年代に至るまで長い、相場、ダビュークは、製造業の中心地として発展してきた。 しかしその後の地域経済衰退を受けて1990年代以降は産業構造の多様化が進み製造業に加えて医療、教育、出版、金融といった産業も市の経済と雇用を支えるようになってきている。また市内に多数存在する歴史的な建築物や再開発の進むミシシッピ海岸の各種観光施設などを活かした。 観光業の発展にも力を入れてきている。ジュリアン・ダビューク現在ダビューク市のあるこの一帯はミシシッピ川異西では最も早くから探索が進められた地の一つである。この地を初めて探索したヨーロッパ人は1673年よりミシシッピ川沿いに探索を進めていたジャック・マルケット、神父及びルイ・ジョリエであった。彼らは 未踏の地の地図を作成するべく、ヌーベルフランス植民地から派遣されてきていた。1682年には、ヌーベルフランスが管轄する、この地域全体を、フランス領であるとし、ロベール・カブリエド・ラサールが、ルイ14世にちなんで、ルイジアナという名をつけた。1763年に、フランスが、フレンチ・インディアン戦争で敗れると、ルイジアナは、 スペインの統治下に入った。ダビュークへの最初の永住入植者は、1785年に、この地にやってきた、フランス系カナダ人探検家のジュリアン・ダビュークであった。1788年、ジュリアン・ダビュークは、スペイン政府、及びもともとこの地に住み着いていた、ネイティブアメリカンのフォックス族の両方から、この地に豊富に埋蔵されていた鉛の採掘の認可を、得た。 ルイジアナは1800年には再びフランスの統治下に戻ったが、1803年にはアメリカ合衆国に買収され、併合された。1810年にジュリアン・ダビュークは死去したが、この地の沿行さんはフランス系をはじめ、新たなヨーロッパ人の入植者を多数呼び込んだ。このジュリアン・ダビュークにちなんで名付けられたダビュークの町はミシシッピ川に沿った。 広く平坦な土地の南端に形成された。ダビュークは1833年にルイジアナ買収地の所属未定地にありながら正式な市となった。この所属未定地は1838年にアイオワ順州となり、1846年には連邦29番目の州に昇格した。アダムズ・ファーウェル初期のダビュークの地域経済を支えてきた。 鉛資源はやがて枯渇したが、その後、市には様々な産業が起こった。ミネソタやウィスコンシンの森林資源に近かったことから、ダビュークは木材の集積地となり、製材業が発展していった。また、造船や醸造、後には、鉄道もダビュークにおける重要な産業となっていった。19世紀中、そして20世紀初頭に入っても、 ドイツ系の貧民やアイルランド系のカトリック教徒が産業の中心地となっていたダビュークに何千人という単位で流入してきた。1837年にダビューク・広塚佐教区が創設されると、それ以降、ダビュー区におけるカトリックの勢力は圧倒的に強く、カトリックの教会や修道院などの宗教施設が多数建てられた。 19世紀末から20世紀初頭においては、ダビュークには、アダムズ・ファーウェルが本社を置き、新中時代と呼ばれる初期の自動車が生産されていた。しかし、その時代の多くの自動車会社と、同様、アダムズ・ファーウェルも長く生き残ることはなく、1912年に廃業した。その後もダビュークの発展は続いたが、1980年代に至るまで、 ダビュークの地域経済は製造業に大きく依存していた。しかし製造業をめぐる様々な状況の変化や1980年代に中西部全体を襲った農場危機による農業部門の低迷により市の経済全体が大きく衰退した。しかし1990年代に入るとダビュークは重工業主体の経済から脱却し地域経済構造は 急速に多様化した。その後は、医療、教育、出版、金融、観光といった産業が大きな伸びを見せている。重工業で占められていたミシシッピ河畔ダビューク加工の再開発も進められており、観光施設、文化施設、宿泊施設が、次々と建てられている。ダビュークは、北緯42度30分16秒、整形九十度十一分十三秒。 北42.50444度整形90.68694度、42.50444-90.68694に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、ダビューク市は総面積7 1 8ートルである。そのうち、68. 6 8 6ートルが陸地で3 2ートルが水域である。 総面積の4.44%が水域となっている。市の中心部の標高は188メートルである。ダビュークの周囲には大きな都市はなく、都市圏はダビューク軍一軍のみに留まっており、その人口も約9万人程度である。州内のシーダーラピッズやダベンポート、イリノイ州のロックフォード、ウィスコンシン州のシュートマディソンなど、 より規模の大きい都市圏を有する都市からはいずれも110から1 6 0トルほど離れている。シカゴからは西北西へ約2 8 0トルである。ダビュークの地形は起伏に富んでいるため、市内の通りにはこうした急坂も見られる。地形学的には、ダビュークは無標歴度地域と呼ばれる最終表記における氷河による侵食を免れた結果、 平原化されずに残された深い谷が随所に刻まれた起伏に富む丘陵地帯に位置している。この丘陵地帯は主にウィスコンシン州南西部に広がっており、ミネソタ州南東部、アイオワ州北東部、イリノイ州北西部にもその一部がかかっている。こうした立地条件から平坦な土地の多いアイオワ州の都市としては珍しく、ダビュークの市街地の後輩部には、 丘が連なっている。無表歴土地域に立地する都市の例としては、ダビュークのほか、ミネソタ州、ロチェスターやウィスコンシン州ラクロスなどが挙げられる。ダビュークの気候は、気温の年角差が大きい内陸型の気候であるが、ミネソタ州やウィスコンシン州などに比較すると、幾分かは穏やかな気候で、四季ははっきりとしている。春は、比較的雨が多く、湿度が高い。 夏は、時折暑くなるものの全般的には涼しく、晴れの日が多い。秋はおおむね過ごしやすい。冬の寒さは厳しく、また曇りや雪の日が多い。夏の平均気温は、摂氏20から22度ほどであるが、日中は時々摂氏25度を超えることがある。冬は、気温が、氷点下に下がる日が続き、氷点下10度を下回ることも、珍しくない。 年間降水量は920ミ、mm、リメートルほどであるが、夏季の月間降水量は、冬季の約3.5倍である。12月から3月にかけては、月間16から30センチメートルほどの降雪が見られる。欠片の気候区分では寒帯湿潤気候に属する。ダビュー区のダウンタウンは、市の中心部及び東部にわたり、ドッジストリートより北。 セブンティーンスストリートより南、丘の下の地区とされている。ダウンタウンの東には、ミシシッピ川が流れている。ダウンタウンは、市や、軍の政治の中心となる建物や、各種の文化施設が集中しているほか、市の交通や、商業の中心ともなっている地域である。また、ダウンタウンには、市の歴史的建築物も,も数多く残っている。一方、 ミシシッピ川のダビュー河口では再開発が進んでおり、国立ミシシッピ川博物館、水族館や新しいコンベンションセンターが建てられたほか、ミシシッピ川沿いの遊歩道、カジノ、リゾートホテルなど観光施設や宿泊施設も建てられ、市の新たな名所となってきている。セブンティーンスストリートより北の地区はノースエンドと呼ばれている。この地区は、 もともとは19世紀に労働者階級のドイツ系移民が住み着いた場所であった。現代においても、このノースエンドは労働者階級の街の様相を残しており、ダビューク市内では大工場の部類に入る工場のいくつかが創業を続けている。一方、ドッジストリートよりも南のサウスエンドと呼ばれる地区は、昔からアイルランド系の住民が住み着き、 リトルダブリンとも呼ばれている。この地区では、現代においてもアイルランド文化が根付いており、アイリッシュパブも見られる。このサウスエンドは拡大してきており、南に隣接するキーウェスト村の近くにまで迫っている。ダウンタウンの西側、丘の上の広大な地域は、ウェストエンドと呼ばれている。ウェストエンドは、 第二次世界大戦後に開発が進んだ地区で、成長が早く、中流階級の住民が多く、地域内にありながら、郊外の住宅地の様相を呈している。この地区には、大型のショッピングモールが進出し、大規模な学校が建てられ、大規模な工業団地も開発されている。このウェストエンドの成長は、地域内にとどまらず、 近隣のアズバリーやペオスタといった郊外都市の急速な成長も促している。ダビュー区軍地方裁判所ダビュー区はシティマネージャー制をとっている。市議会は市の立法機関として各種条例や予算の審議、採決を行う一方、行政はシティマネージャーの責任のもとに行われている。市議会は市長と市議員6名から構成されている。 ダビューク市条例の第17条により、市は4つの選挙区と21の管区に分けられている。市議員は4つの選挙区から1名ずつがまず選出され、残りの2名はワイルドカードで選出される。軍庁所在地であるダビュークには、軍の地方裁判所も置かれている。ダビューク軍地方裁判所は、軍の司法機関としての役割を果たしているのみならず、 軍の各種機関も事務所を置く、軍の政治の中枢となっている。また、ダビューク軍地方裁判所は、ダビュークのダウンタウンにおけるランドマークにもなっている。このロマネスク様式の庁舎は1891年に建てられ、1971年に国の史跡に指定された。アイオワ州議会においては、ダビュークはアイオワ州上院の第14選挙区。 集会院の第27選挙区及び第28選挙区に属している。連邦議会の会員においては、ダビュー区はダベンポートやウォータールーなどと共に、アイオは第1選挙区に属している。ダビュー区においては、伝統的に民主党の勢力が強い。その要因としては、労働社会級に属する市民が多く、またカトリック教徒の比率が高いことが挙げられると考えられている。 アイオワ州の立ち域とは、政治的気質が著しく異なるため、ダビューク州と呼ばれることもある。ダビュークは、アイオワ州東部、イリノイ州北西部、および、ウィスコンシン州南西部にまたがる広い地域における、医療の中心ともなっている。1879年に設立されたカトリック系の、マーシー医療センターは、ダビューク市内最大の病院で、 ダビュー区の本院に263床を有しているほか、成功のダイヤーズビルにも25床を有する救急医療センターを持っている。医療の質も高く、2008年に発表されたトムソン・ロイターのレポートでは、マーシー医療センターは全米で最も優れた100病院のうちの一つに選定されている。マーシー医療センターは心臓関連の分野に特に強みを持っている。 マーシー医療センターとともに、ダビュークを代表する医療機関として、もう一つ挙げられるのは、1890年に設立され、142床を有する、フィンレイ病院である。この病院は特に主要学の分野に強みを持ち、がんの治療には、定評がある。これら二つの大規模な病院のほかに、ダビューク日本部を置く、地域密着型の診療所として、著名なものとしては、 メディカルアソシエーツ診療所がある。メディカルアソシエーツ診療所は1924年に設立されたアイオワ州最古の総合診療所である。この診療所は、ダビューク市内に3カ所の施設を置いているほか、アイオワ州北東部の5市、さらに、ウィスコンシン州南西部の2市とイリノイ州北西部の2、市村にも施設を置いている。ダビューク地域空港。 ダビュークとその周辺地域の空の玄関口となる空港は市の中心部から南へ 10km に立地するダビューク地域空港である。この空港にはシカゴのオヘア国際空港からアメリカンイーグル航空の便が1日3便ある。しかし、この空港は定期旅客便よりもゼネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機。 ビジネスジェットなどの発着のための空港としての役割の方が主となっている。より規模の大きく、就航路線数も便数も多い空港としては、ダベンポート都市圏のイリノイ州インに立地するクワッドシティ国際空港もダビュー区の中心部から南へ約130キロメートル、車で所要約1時間半と利用可能な距離にある。この空港からは、 アメリカンイーグル航空に加え、ノースウェスト航空、デルタ航空、ユナイテッド航空が、各社のハブ空港への便を就航させているほか、エアトラン航空によるオーランドへの便もある。ダビュークから直接オヘア国際空港へ車で向かう、場合は、イリノイ州、ロックフォード経由で、約265キロメートル、所要約3時間である。ダビュークには、週間高速道路は通っていないが、 20号線、151号線、61号線、52号線の4本の国道が交わっている。国道20号線は市内を東西に走り、残りの3本は南北に走っている。国道20号線は西に、ウォータールーや、スーシティ、東に、イリノイ州、ロックフォードへと通じている。国道151号線は南西に、シーダーラピッズ、北東に、 ウィスコンシン州マディソンへと通じている。国道61号線は南にダベンポートへと通じている。北には国道61号線と国道52号線は両方ともミネアポリスセントポールへと通じているが、そのルートは異なり、国道61号線がウィスコンシン州ラクロスやミネソタ州イノナを経由するのに、対し国道52号線は ミネソタ州ロチェスターを経由している。ダビュークから、ウォータールー、シーダーラピッズ、ダベンポート、マディソン各市への道路は、いずれも4車線になっている。ダビュークのダウンタウンを走るキーラインのトロリー市の、東を流れるミシシッピ川には2本の道路橋が、かかっている。南側の橋、市の創設者の名を冠したジュリアン・ダビューク橋には、国道20号線が通っており、 ダビュークと大岸の入りの一周、イーストダビューク市を結んでいる。アーチ橋とトラス橋を組み合わせた構造のこの橋は1943年に、加強され、1999年には、国の史跡に指定された。このジュリアン・ダビューク橋の北約5キロメートルには、国道61号線と国道151号線を通しているダビューク、ウィスコンシン橋がかかっている。 1982年に架けられた、このタイドアーチ橋は、その名が示す通り、ダビュークとウィスコンシン州グラント郡を結んでいる。対岸のウィスコンシン州側には、都市、町村はなく、所属未定地となっている。この2本の道路橋の間には、鉄道橋が架けられている。市内の公共交通機関としては、ダビューク市当局が、キーラインという交通システムを運営している。 このシステムの下、市内をカバーする4系統の路線バスに加えて、ダウンタウンを呼び、ダビューク加工を巡回するレトロな車体のトロリーが走っている。ダビュークには、コルツドラムビューグル港というドラム港が本拠を置いている。1963年に設立された、このドラム港は15歳から21歳までの隊員135名で構成されている。コルツは、 ドラム校インターナショナルの上位クラスであるワールドクラスに所属しており、マイナツダビューク周辺のみならず、全米各地で演技を行っているほか、世界大会にも出場している。世界大会では優勝経験こそないものの、決勝にはこれまでに8回進出している。ダビューク都市圏はワールドクラスに所属するドラム校が本拠地を置く都市圏としては最小である。また、 ダビューク都市圏は映画フィールド・オブ・ドリームスの舞台となった地でもある。ダビュークの中心部から西へ約40キロメートル、ダビューク都市圏の西端に位置するダイアーズビルの街には撮影に使われた野球場が今でも残っている。この映画の撮影はダビューク市内でも数カ所で行われた。セーラ・ファイル大聖堂士の創設当初からダビュークには 宗教的伝統が根強く残り続けてきた。ダビュークに入入してきた入植者は1833年にアイオワ州最初のキリスト教の教会である聖ラファエル大聖堂を建てた。1837年には大天使ラファエルの名を冠するこの大聖堂を本拠地とするカトリック教会のダビューク広サ教区が創設された。ダビューク広サ教区は 現在のアイオワ州のみならず、ミネソタ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州にもまたがる広い地域におけるカトリック宣教の拠点となった。ダビュークヒロツカサ教区は1881年まではアイオワ州全土をその管轄下に置いていた。しかしその後、州の南半分は1881年に創設されたダベンポート市教区に移管され、 1902年には、ダビューク・ヒロツカサ教区の管轄下に残っていた地域の、西半分、州の北西部がその年に創設された、数式市教区に移管された。1911年には、デモイン市教区が創設され、当時のダベンポート市教区の西半分、つまり、州の南西部が移管された。それ以降は、ダビューク・ヒロツカサ教区の管轄区域は、 アイオワ州の北東部となっている。現代においてもダビュークではカトリックの勢力が強く、資料による違いはあるものの、市の人口の65から85%がカトリック教徒であるという調査結果が出ている。周辺の農村地域でさらに高い値を示すことを考慮しても、アイオワ州民に占めるカトリック教徒の割合が23%であることと比較すれば、 ダビュークにおけるカトリック教徒の割合は非常に高いと言える。ダビューク市内にはセーラファエル大聖堂をはじめカトリック教会が11カ所存在する。ローラス大学ダビュークの宗教色の強さは教育機関にも現れている。ダビューク、広塚さ教区の管轄する4年生、大学3校のうちローラス大学及びクラーク大学の2校は ダビューク市内にキャンパスを置いている。ローラス大学は1839年に創立されたアイオワ州では最も長い歴史を持つ4年生大学である。このリベラルアーツカレッジはウェストサイドに約26万3000平方メートルのキャンパスを有し、約1700人の学生が在籍している。同学は リベラルアーツカレッジの特徴の一つでも、ある少数精鋭性の教育を行っており、教授一人あたりの学生数は13人、また1クラスの平均人数は17人である。また、ローラス大学は、セーピウス X 新学校を併設している。ローラス大学の北西約1キロメートルには、クラーク大学のキャンパスが広がっている。 1843年に創立されたこのリベラルアーツカレッジは約1150人、教授1人あたり11人の学生を抱えている。一方、プロテスタント系の4年生大学としては、1852年に創立された長老派協会系のダビューク大学が挙げられる。この大学はリベラルアーツのほか経営学プログラムや航空、教育、 看護などのプロフェッショナルプログラムも有しており、さらには、神学校も併設している。プリマス・ブレザレン系のエマウス聖書大学は、その名が示す通り聖書学に特化した短科大学で、聖書学において、学士の学位を授与する機関としての認定を受けている。ルーテル教会は、進学系の修士の学位を授与する、大学院大学、ウォートバーグ神学校を設置している。 これらの境界系の私立大学の他には、近隣のペオスタ日本部を置く2年生のコミュニティカレッジ、北東ワイオワコミュニティカレッジがダビュー区に、サテライトキャンパスを置いている。また、ミシシッピ川を渡って30キロメートルほど北東、ウィスコンシン州プラットビルには、ウィスコンシン大学システムを構成する13校の、うちの1校である、ウィスコンシン大学プラットビル校が立地している。 ダビュークにおける K1 以下ほどは、ダビューク軍の東半分をカダーする、ダビュークコミュニティ学区の運営する、公立学校によって支えられている。この学区は小学校13校、中学校3校、高等学校3校、及び1カ所の保育所を有し、1万人以上の児童、生徒を抱えている。また、K1 以下ほどにおいてもダビューク広塚佐教区は、 強い影響力を持っており、その管轄下にある、聖家族カトリック学校システムは修学前、教育校7校、小学校4校、中学校1校、高等学校1校を運営している。このシステム下で運営されている、私立学校には、約2000人の児童、生徒が在学している。以下に、ダビュー区市における1850年から2010年までの、 人口推移をグラフ及び表で示す。なお、ダビュー区都市圏は、ダビュー区一軍のみからなっている。ダビュークは、以下一都市と、姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。